はい、今回はですね、群馬県にある群馬県というお店ですね。高崎のね、駅内にあります。定食系が人気のお店でございますね。ラッキー食堂群馬県と。本店なんだな、ここ。人気ナンバーワンはカツ丼ですね。上州名物、もつ煮やカツカレーも人気だとか。まあ、他にもいろいろありますね。ハンバーグ、親子丼、焼肉丼。ちょっと食べてみたいのがありすぎる。メニューがめちゃくちゃ多いですね。カツ丼、おろしポン酢、唐揚げ定食。カツ丼、弁当もあるんですね。そしてやっぱもつ煮は気になりますね。コク旨の白、旨辛の赤。さあ、こちらロースカツ定食ともつ煮の単品を頼みました。もつ煮は白ですね。ちょいカレーもねついてきますね。小鉢2つはサービスでいくつかある種類から選べるようになってます。もつ煮めっちゃうまそうや。パッと見ね、ゴーゴーカレーのカツみたいな感じはしますけれどもね。カレーついてるし。小鉢はね、今回はキムチとポテトサラダを選択しました。種類いっぱいあるんでね、悩むとこなんですけどね。このカツね、サクサク感がものすごいです。揚げたてでジューシーですよ。めちゃくちゃうまいな。そしてカツカレーでなくともね、カレーがつくのは嬉しいですね。手作り感のあるカレーでね、おい、こっちも美味しいですよ。もつ煮は柔らかく煮込まれて絶品です。ご飯との相性抜群でございます。コクうまとはよく言ったものでね、それがぴったり当てはまるもつ煮でございました。臭みもね全くないです。これはね、美味しいもつ煮ですよ。カツもね、もつ煮もご飯がどんどん進みます。他のメニューもね、かなり気になるお店なので、ちょっと何回か行ってみたくありますね。はい、今回は群馬県にある群馬県でした。今回の動画はここで終わります。ありがとうございました。